こんにちはだぜ。今日は、ハイキューの、猫魔高校の名言集を紹介するぜ。ハイキューって名言が多いよね。特に猫魔高校の選手たちの言葉には、心に響くものが多いわ。そうだな。ハイキューの名言は本当に素晴らしいんだぜ。バレーボールの試合中だけじゃなくて、日常生活にも通じる言葉が多いからな。確かに読んでて勇気づけられることが多いわ。特に猫魔高校は守備の強さだけじゃなくて、選手たちの絆や努力が感じられるのが魅力よね。その通りだぜ。今日はそんな猫魔高校の名言を、6人の人物からピックアップして紹介するんだ。ファンならきっと共感できるし、まだ知らない人も、興味を持ってくれると思うぜ。いいね。でもどんな名言があるのか、ちょっと教えてくれない？おっとそれは次回のお楽しみだぜ。でもヒントを出すと、猫又監督の熱い言葉や、研磨の冷静な言葉、クロウのリーダーシップが光る言葉なんかが登場するんだ。それってもしかして、つなぐことの大切さを語る言葉とか？おっ、霊夢もなかなか詳しいな。その通りだぜ。猫魔高校の名言には、つなぐ、というテーマが多いんだ。ここの力だけじゃなくて、チーム全体の力で、勝利を目指すってところが感動するんだ。それならこの後が待ちきれないわね。その意気だぜ霊夢。視聴者の皆さんも、この後は猫魔高校の名言をたっぷり紹介するから、お楽しみにだぜ。絶対に見逃さないでくれよ。まずは猫魔の背骨で脳で心臓小爪研磨の名言を紹介するぜ。研磨ってゲームオタクで冷静なキャラよね。でも彼の言葉には、とても心をつかまれる何かがあるのよね。その通りだぜ霊夢。じゃあまずは最初の名言から行くぜ。小陽は面白いから小陽たちと練習じゃない試合やってみたいかもって。負けたら即ゲームオーバーの試合。この言葉は研磨が日向との試合に、特別な興味を持っていることを示しているんだ。日向の存在が研磨にとって試合を面白くしているんだ。この言葉から、彼の負けず嫌いな一面も垣間見えるんだぜ。ゲーム好きの研磨にとって、日向との試合は、まるで難しいゲームみたいなものなのね。これが、研磨らしさ、なんだろうな。次の名言は、バカ、ボール、まだ落ちてない。だぜ。これは研磨が試合中に叫んだ言葉だ。普段冷静な彼が熱くなる瞬間が見えるだろう。普段は冷静な研磨だけど、勝負の場面では感情をあらわにすることもあるんだ。この言葉から彼の負けず嫌いと、情熱が伝わってくるんだぜ。確かにそのギャップがいいのよね。続いては、友達を励ましに来た、だぜ。これは研磨が日向を励ましに来た時の言葉だ。研磨と日向の友情がよく現れているんだ。この言葉から彼の優しさが感じられるんだぜ。研磨の意外な一面ね。最後の名言は、でもつまんなくなったらやめる、だぜ。研磨らしい一言だな。彼の価値観がよく現れているんだ。研磨は常に面白いことを求めているんだ。この言葉から、彼の飽くなき探求心が見えるんだ。研磨の名言からわかるのは、冷静さと情熱が共存していることね。その通りだぜ。研磨の言葉は一見クールに見えるけど、その裏には強い信念と、仲間への信頼があるんだ。彼の言葉には、何事も諦めずに続けることの大切さが、詰まっているわね。次は後輩思いの役森助だぜ。役さんは猫魔高校のリベロで守備の要よね。どんな名言があるのか楽しみだわ。そうだな。まずは最初の名言から行くぜ。お前は5点ミスったって10点取ってくれりゃいいんだよ。あとは相手に取られなきゃいい話だ。この言葉は春高予選の3位決定戦で、緊張しているリエーフにかけたものだ。緊張している後輩に、そんな風に言えるのは役さんならではね。そうだな。自分たちの守備に、自信があるからこそ言える言葉だ。この一言で、リエーフもリラックスして試合に臨めたんだぜ。次の名言はこれだ。レギュラーの座は自分の勝ちで奪え。これは練習中に、後輩の芝山に言った言葉よね。そうだな。リベロは技術の高さのみで評価されるポジションだ。だからこそ自分の勝ちで、レギュラーの座を奪えという言葉には、重みがあるんだ。この言葉からも、ヤクさんの厳しさと優しさが伝わってくるんだぜ。次は、守りの猫までリベロやるって超名誉だろ。ヤクさんが自分の役割に誇りを持っているのがよくわかる言葉ね。その通りだぜ。
ネコマ高校は高い守備力が売りのチームだから、そのリベロを務めることは大きな名誉なんだ。ヤクさんが自分の役割に、誇りを持っているのがよくわかるだろう。次は、過保護上等、セッターを動かさねえのがネコマ品質だ。これは猿川との試合中、小爪の指示に応じた時の言葉ね。そうだな。猿川の攻撃に対応し、小爪の指示する位置に正確に返球するために、ヤクさんはこの言葉を言ったんだ。自分の技術に対する自信が感じられるぜ。技術の高さと、チームへの献身がよく現れているわね。その通りだぜ。ヤクさんは、常にチームのために全力を尽くしているんだ。この言葉からも、彼の強い責任感と、チームメイトへの思いやりが伝わってくるんだ。確かにその通りね。ヤクさんの名言からは、彼の強い責任感と優しさが伝わってくるわ。その通りだぜ。ヤクさんの言葉は一見シンプルだけど、その裏には深い信念と仲間への信頼があるんだ。ネコマのエース山本武虎の名言を紹介するぜ。山本武虎はネコマ高校のエースで、いつも全力でプレイする姿がかっこいいわよね。そうだな。まずは最初の名言からいくぜ。俺がネコマのエースだ。これはカラスの高校との初対決の際に言った言葉ね。その通りだぜ。山本が鋭いスパイクを放ったが、カラスノの3枚ブロックに阻まれた後、もう一度トスを呼びかけながら、このセリフを叫んだんだ。この言葉には、自分がエースとしての誇りと責任を、強く感じていることが現れているんだぜ。山本のプライドと、チームを背負う覚悟が感じられるわね。次の名言はこれだ。守備もろくにできない奴はエースとは呼ばないんです。これはリエーフに対して言った言葉ね。そうだな。リエーフが攻撃面だけを強化していた時に、この言葉をかけたんだ。エースは攻撃だけじゃなく、守備もきちんとできなければならないという、山本の信念がよく現れているんだぜ。エースとしての責任と、厳しさが伝わってくるわね。そうだな。この大人げないセリフも、山本の良さがいい感じに出ているのがすごいぜ。うんうん。次は、俺は負けるわけにいかねえんだ。これはカラスノとの決戦での言葉ね。その通りだぜ。田中の強烈なサーブを上げてみせた後、そのボールを福永がバックアタックで決めた場面だ。地味なスーパープレイを繰り返す彼にも、負けるわけにはいかないという、山本の向上心が感じられるんだ。山本の闘争心と、仲間への強い意識がよくわかるわね。最後の名言は、いや話しかける勇気はない。これはカラスノの美人マネージャー清子さんの名前を、田中に聞いた時の言葉ね。その通りだぜ。山本が田中に、うちのマネージャーにちょっかいかける気か、と言われて返したセリフなんだ。普段の熱血キャラとは違う、可愛らしい一面が見えるシーンだぜ。山本の意外な一面がよく現れているわね。山本の言葉には、エースとしての誇りとチームを支える決意が、詰まっているわね。次は元気印犬岡総の名言だぜ。犬岡はネコマ高校の1年生で、元気で気取らない性格が魅力のキャラクターね。そうだな。じゃあまずは最初の名言から行くぜ。舐めてねえよ全然。これはカラスの高校との練習試合で、日向と初対面した時の言葉ね。ああ、バレーボール選手としては低身長の日向に対して、ちっこい、と驚いた犬岡に、舐めるな、と日向が食ってかかったんだ。それに対して犬岡は、舐めてねえよ全然。と、爽やかに返したんだぜ。日向の体格に驚きつつも、油断せずにしっかり対峙する、犬岡の姿勢が見えるわね。そうだな。このやりとりで、日向と影山は犬岡の警戒心の高さを認識し、非常に警戒したんだ。犬岡の単純明快な人柄がよくわかる名言だぜ。彼の人間性とバレーボールに対する、真摯な態度が伝わるわね。次の名言は、やっと捕まえた。これは初めてカラスノ高校とネコマ高校が試合をした時に、日向のアタックを犬岡が止めた時のセリフね。その通りだぜ。日向、影山の速攻アタックに対して、ネコマはなかなか対抗できなかったけど、犬岡を日向限定として動かしたことで、ブロックに成功したんだ。この瞬間犬岡の速さと、スタミナに対する信頼が証明されたんだぜ。犬岡はネコマタ監督と小爪から信頼されている選手だからこそ、この局面を任されたのよね。そうだな。彼の努力と身体能力の高さが光る名場面だぜ。犬岡の熱意と粘り強さが、よく現れているわね。
その通りだぜ。犬岡は非常に単純明快な性格で、バレーボールに対する情熱が強いんだ。この名言も彼の素直な性格と、真摯な姿勢を感じさせるものだな。犬岡のようなキャラクターがいるからこそ、猫魔高校のバレーは魅力的なのよね。ああ、犬岡荘の名言は、彼の人柄とチームに対する貢献を感じさせるものばかりだ。これからも彼の成長と、活躍を見守っていきたいな。次はキャプテン九郎哲朗だぜ。九郎は猫魔高校の師匠で、チームの精神的支柱よね。彼の名言にはいつも力があるわ。そうだな。じゃあまずは最初の名言から行くぜ。俺たちは血液だと滞りなく流れろ酸素を回せ脳が正常に働くために。これは名言中の名言だな。春の高校バレー3回戦、カラスノとの試合前のエンジンでの掛け声ね。その通りだぜ。九郎は猫魔のチームを血液に例え、自分たちが一つになって、機能することを強調しているんだ。この言葉でチームを鼓舞し、試合に臨む決意を示したんだぜ。チームワークの重要性を強く感じるわね。次の名言はこれだ。勝ち残んなきゃ意味ねえよ。これは袋谷グループ夏の合同合宿で、インターハイ予選の結果を、沢村に聞かれた時の言葉ね。そうだな。猫魔が東京でベスト8に入ったことは快挙だけど、九郎は満足せず、さらに上を目指しているんだ。彼のストイックな姿勢が、よく現れている名言だぜ。常に上を目指す九郎の姿勢は、本当にかっこいいわ。次は、リードブロックは我慢と粘りのブロックであると同時に、最後に笑うブロックだ。これは月島の回想シーンで出てきた言葉ね。その通りだぜ。リードブロックは相手のトスを見てから飛ぶブロックで、目立つプレイではないけど、九郎はそのプレイスタイルに、誇りを持っているんだ。この言葉からも、彼の地道な努力と信念が感じられるぜ。彼のブロックに対する自信と、信念が伝わってくるわね。次の名言は、チームワークがハマる瞬間ってのは多分お前が思ってるよりずっと気持ちいいぞ。これはノヘビ学園戦でリエーフに言った言葉ね。そうだな。リエーフはチームワークの大切さを、理解していなかったが、九郎のこの言葉で気づかされたんだ。後にリエーフはこの言葉の意味を実感し、チームプレイの楽しさを知ることになるんだぜ。九郎のリーダーシップがよく現れているわね。最後の名言はこれだ。たまには師匠にもかっこいい仕事させてちょうだいよ。これは春高東京予選3位決定戦の、ノヘビ学園戦で言った言葉ね。その通りだぜ。この試合は、負ければ3年は引退という重要な試合だったが、役が捻挫で一時離脱してしまった。しかし九郎のこの一言で、チームは浮き足立つことなく、試合を続けることができたんだ。九郎の冷静さと仲間を鼓舞する力が、よく現れているわね。そうだな。九郎哲朗の名言は、彼のリーダーシップと、チーム、そしてバレーへの愛情が感じられるものばかりだ。これからも彼の言葉に注目していきたいな。次は猫又監督だぜ。猫又監督は猫魔高校のバレー部を率いる名監督よね。その言葉にはいつも深い意味があるわ。その通りだぜ。じゃあまずは最初の名言から行くぜ。不格好でも攻撃の形にできなくてもボールを繋いでる限りは負けないんだ。これはバレーボールの基本である、繋ぐことの大切さを説いた言葉ね。そうだな。猫魔のバレーはレシーブに力を入れて、ボールを繋ぐスタイルだから、この言葉がチームの指針になっているんだ。この言葉には、どんな状況でも粘り強く戦うことの大切さが、込められているんだぜ。猫魔のバレーの根幹をなす考え方が、よくわかるわね。次の名言はこれだ。また猫魔とやりたいなら公式戦だ。全国の舞台たくさんの観客の前で、あまたの感情渦巻く場所で、ピカピカキラッキラのでっかい体育館で、ゴミ捨て場の決戦最高の勝負やろうや。これはカラスノとの初練習試合の後に、日向に対して言った言葉ね。その通りだぜ。猫又監督は日向の体力に驚きつつも、その熱意に応えて、全国の舞台で再び対戦することを約束したんだ。この言葉には相手を尊重し、再び戦うことへの期待が感じられるんだぜ。日向の成長を期待している、猫又監督の気持ちが伝わってくるわね。次は、熱意には熱意が返ってくる。あんたが不格好でも頑張ってれば生徒はちゃんとついてくる頑張って。これは人脈がない状態でも、何度も連絡をよこした武田に対して言った言葉ね。その通りだぜ。
頑張りは見ている側にも伝わるという意味で、猫又監督は武田先生に、頑張れ、と声をかけたんだ。この言葉には努力することの大切さと、それが周囲に与える影響が込められているんだぜ。頑張る姿勢が人を動かすという大切な教えね。最後の名言は、後悔の残らない試合など知らない。少なくとも俺はそれでも後悔のない試合をしてほしいと思うし、そうであるよう力を尽くすしかないのだろうな。これは合宿最終日に、武田と会話する場面での一言ね。そうだな。勝っても負けても何かしら後悔はあるけれど、それでも後悔のない試合をしてほしい、という猫又監督の気持ちが伝わってくるんだ。この言葉には監督としての優しさと、選手への深い思いやりが感じられるんだぜ。猫又監督の人間味あふれる一面がよくわかるわね。その通りだぜ。猫又監督の名言は、彼のバレーへの情熱と選手への思いやりが感じられるものばかりだ。さて今日は、配球の、猫間高校の名言集をたっぷり紹介してきたぜ。本当に名言の宝庫ね。だけど、まだまだ紹介しきれないキャラクターや、名セリフがたくさんあるのよね。その通りだぜ。猫間高校には、他にも魅力的なキャラクターがたくさんいるからな。猫間高校の一番の見どころは、やっぱりそのチームワークよね。ああ、猫間のバレーは一人一人の役割を全うして、チーム全体で勝利を目指すんだ。それが彼らの強さの秘密だぜ。それにカラスの高校との関係も、特別なものがあるわね。そうだな。カラスのと猫間の試合は、ゴミ捨て場の決戦、と呼ばれているんだ。お互いに切磋琢磨しながら、成長してきた因縁の相手同士の戦いは、いつも熱い試合を繰り広げてくれるんだぜ。そんな熱い試合の中で生まれる名言は、どれも心に響くものばかりよね。そうだな。今回紹介した名言もその一部に過ぎないんだ。例えば九郎哲郎のリーダーシップや、小爪研磨のクールな戦略、八雲助の守備力、山本武虎の熱いエースとしての姿勢。どれも魅力的なキャラクターばかりね。そして猫又監督の的確なアドバイスと、選手への深い思いやりも忘れちゃいけないな。猫間高校にはまだまだ、紹介しきれない素晴らしいキャラクターが、たくさんいるのよね。ああだからこそ、配球は、何度も読み返したくなる作品なんだぜ。これからもたくさんの名言とともに、猫間高校のメンバーの成長を見守っていきたいわね。そうだな。今回の紹介を通して、少しでも猫間高校の魅力が伝わってくれたら嬉しいぜ。それじゃあ今日はここまでにしましょう。みんなまた次回もお楽しみにだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。